はい、今緊急で動画回してるんですけど、めちゃくちゃやばいイベント来ました。このブーストゲットってやつ。これがね、めちゃくちゃ神ってて、まあこれブーストアイテムをね、まあ、落としてくれるモンスターが出てくるっていう、そういうね、まあイベントクエストなんですけど、これがマジでやばい。俺もう3回やったんだけど、見てこのブーストの量。これめっちゃ落ちるんだよね。いや、しかもさ、この証ドロップ 50% とか、経験値プラス 50% とか、まあ落ちるんですよ。いや、この証ドロッププラス 50% とかね、ショップで買おうとすると、これ20も要求されるからね。これめちゃくちゃやばい。これマジでね、やった方がいいっすね、これ。ちょっと証ドロップ 50% 今回つけていくんですけど、ね、本当にやった方がいい。これは、これマジでお得すぎるから、このイベントクエスト。で、これ出てくるモンスターがね、まあ、モグラとあとなんか変な余計なのが出てくるんだけど、この変な、ちょっとこいつマジでだ、こいつ戦いたくない、マジで。で、このモグラじゃない。俺が戦いたいモグラ。ね、このモグラのなんか上位互換みたいなやつがいるんだけど、いや、今出てこないかな。なんかモフ、花モグラみたいな、そんな名前した。なんか耳があるね、モグラがいるんだけど、レベルが21の。ね、もう、ちょっとま、本当にやだ、もう。え、これも10回で、あ、そう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 。このモフ、花モグラってやつ。こいつが、50% のブーストアイテムを落としてくれるんだよ。で、普通のモグラが多分 10% なんだよ。で、この黒いモグラってね、倒したら何くれるのか俺わかんないんだよね。このモフハナモグラって、4色あって、黒、金、銀、オレンジってあって、で、オレンジが経験値プラス 50% 落としてくれるの。で、こっから多分なんだけど、銀色が証ブーストで、で、金がゴールドブーストなんだよ。で、黒がわかんないんだよ。ここでなんか押してくれたらいいんだけど、マジでね、本当にね、神クエストですよ。これマジでやった方がいい。マジで、いや、逃げんのか、そう、こいつら逃げるんだよね。まあ、逃げるけど倒しやすいから、いいよ。許す。あんまストレスないわ。このクエスト。落としてくれ、なんかアイテム。あ、ゴーストバスター。え、あいつってゴーストバスターなの？もしかして落としてくれるアイテム。じゃあ、まあ、倒す必要ねえな。え、多分こいつなんだよね。この証ブーストってやつが。証ブーストが、多分一番いいんだよ。今回の。もう逃げんなよ。ちょっと、お前逃げんなよ。オッケー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 。ちょ、マジで倒さして。俺、今ね、一番倒したいの銀色なんだよね。証ブースト欲しいわ。いや、これ結構役に立つでしょ、証ブーストって。証ってね、集めるといい。うわー、落ちねえか。50% つけてんだけどな。まあ、ちょっと銀色をね、積極的に、まあ、買っていきたいんですけど、やられてくるかな。本当にね、マジでやらなきゃそう。これは絶対に5回やった方がいい。で、あとなんか、鋼鉄魔人のやつが出てくるんだけど、こいつ意外とね、レベル高いんだけど。ああざけんだよ、こいつマジで。こいつちなみにね、そんな強くない。もう弱い光線2発当たればね、死んじゃうんだよね。意外と弱いんだよ、こいつって。あ、いた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 、金色いるわ。ちょっとこいつ、ああ、いいね、いいね。そう、こいつモフもね、出てくれんだよね、一緒に。逃げんなよ、頼むから。で、こいつが多分ゴールドブーストなんだよ。ああ、いいね。ゴールドプラス 10%。いやあ、ナイスナイスナイス。モフがね、50% なんだよ。で、普通のがやっぱ 10% で合ってるわ。これ俺のあれ。で、さらにここで銀も遭遇。いや、鋼鉄マジン余計なんだよな。ちょっと逃げないでくんね、マジで。ちょ、本当にもう残り2体逃げないで。こいつがね、多分一番いいんだよ。狩るんだったら。証ブースト。証、なんかね、その証ってね、なんか収集すると、アイテムもらえるんですけど、だからね、持っといた方がいいんだよ、こいつ。とりあえず、実践してきたんだけど、アイテムが今ね、こんな感じだわ。いや、これマジでいいね。本当にこのクエスト。で、ね、こっち側にね、黄金の扉があるんだよね。で、この黄金の扉の先に、こいつが言ってたんだけど、モフ、まあ、花飾りモグラ、まあ、あいつらが出るんで、まあ、ちょっと、使っちゃうかな、これ、ジェム。倒してえわ、あいつら。ちょっと、銀色をね、なるべく、まあ、狙ってやっていきたいんだけど、お前だ！お前違う！黒色じゃねえか、こいつら。てかさ、証ドロップつけてんのにさ、一回も証落としてくんないんだよね、こいつら。なんで？え、もしかしたら証落とさないの？このイベントクエストのこいつらって。あ、そういえばこのさ、こいつらなんかすごい状態異常攻撃してくるんだよね。全部直すね。いた方がね、便利だよ。頼む！なんか落としてくれ！あ、クリティカル 30%！ あ、こいつらって何？あ、クリティカルなの？聖水じゃないんだ、こいつらの落とすアイテムって。あ、でもクリティカル 30%！ あ、え、めちゃくちゃ良くない？こいつら落とすアイテム。クリティカルプラス 30% って。あれじゃん。ニューシとかさ、ああいう波形のモンスターに、え、めっちゃ強く出るじゃん。え、よくね？え、黒いやつじゃん。倒した方がいいのこれ。黒色の花ムグラ倒してえな。
ちょ、クリティカル欲しいわ、普通に。いや、マジで、あれあったらさ、あれだぜ。また次、ジェルのさ、イベントとか、来たらだいぶ楽になるぜ。あれあると。いや、でも出てきて、ね、銀色と金色しか出てこない。いや、だ、ちょっと黒色を倒したいな。てか、ここ宝箱あるけど。いや、またあいつ出てくんのかな。ちょ、一回出てこねえから、銀色倒すか。いや、どうする？これ出てくんのかな？タラカガラゴまた、あのレベル50のやつ。何落としてくれんだろうね。じゃあ、ちょっと、開けてみますか、これ。あ！逃がさないした！これもしかして、あ、アイテムしか出てこない感じ？この宝箱。え、うっそ。え、めっちゃ噛みすぎない。え、ここやばくねえ、マジで。え、このクエストマジでやばくない。え、神じゃん、マジで。これマジでやった方がいいね。もうここジム使ってても開けるべきだわ。はい、つうわけでね、借り尽くしてきました。これ今回やばいと思うよ。うわ、やばいね。赤白プラス50がさ、3つ手に入ってんだけど。で、クリティカル 30%。いや、これ欲しいんだけど。いや、黒いの買った方がいいわ、これ。これ優先順位的に、俺のね、優先順位的に黒、まあ、銀、金、オレンジだわ。いや、ちょっと今回マジでやばかったね。逃がさないチタンも手に入ってるし。いや、マジでやった方がいいね。これは、神クエストすぎる、マジで。じゃあ、ちょっと、あれやりますか。ストーリー。あ、その前ちょっとね、なんで証をね、まあ、集めた方がいいかっていうと、まあ、こんな感じでね、ステージに出てくる、まあ、モンスターの証、まあ、全部コンプリートすると、まあ、この下の報酬がね、まあ、もらえるんですよ。こんな感じで。あのね、これね、3番がやばい。これ3つジュエルもらって、プラスなんかジュエリー装備もらえんの。ちょっとこの証ね、欲しいんだよね。なんかちなみになんだけど、このゲームってなんかフレンドに証送れるらしくて、なんかもらったことがあるんですよ。ほら、こんな感じで。くださいなんで。ちょっとください、これ。このジュエル埋蔵地の証。くれ！じゃあやりますか。メインクエスト。カジノの街。これクリアしたら、いや、いいね。いや、いい眺めだ。なんか使っていこうかな。やばいね、俺今、このイベントクエスト4回やって、今こんだけ手に入ってるんだからね。まあ、使わなくていいか。いや、マジでやった方がいいわ。これ、クリアしたらどうせたぶんあれでしょう。カジノできるようになるんでしょう。いや、マジやってみてんだよな、カジノ。ここがカジノの街か。あちこちにいろんなお店があって楽しそうだね。でもやっぱりカジノだよね。どんな場所なんだろう。早く行ってみたい。お、ここがあれですか。カジノする場所ですか。そう、こういうところね、裏側行った方がいいんですよ。なんかあったりするから。なんもないっすね。いつになったらスロットができるんだ。スロットの電気が消えてからもう随分と経つぞ。早く再開しろ。申し訳ございません。原因を特定中ですので、少しでも言ってくだ。なんだかカジノの機械が動いてないみたいだね。どうしちゃったんだろう。お。まだカジノは再開できないのか。お客様が痺れを切らしているぞ。しかしですね、オーナー。館内の設備を全て確認しましたが、異常が見つからず、おそらく南にある発電所に何かあったんじゃないかと思うんですよ。それはいつまで待ってもカジノを再開できないではないか。ジェモリ君、発電所に行って電気を復旧させてきてくれたまえ。え、オイラが？じゃなくて私でかくか。そんなの無茶ですよ。私戦えないですし、考え直してくださいよ。よし、修理に成功したら給料倍額払おうではないか。発電所で何かあったみたいだね。僕たちも南の町へ向かってみよう。え、こっちじゃん。うわー、そういうことか。あ、なるほど。あ、ここが発電所ってやつですか。あ、さっきの。私、なんとかここまで来たんですが、中に入れず困って回します。なんでも中に入るには近くの2つの洞窟のスイッチを押す必要があるとか。いや、なるほど、めんどくせえな。俺、2回もそのダンジョン攻略しに行かなきゃいけないってわけ。こっち側にあるね、1つ。こういうね、下からね、よく見るとね、なんかね、あったりね、しないんですけど、ちょっと右から、うわ、なんでこれもさ、なんだこれもさ、戦いたくね、絶対に強い。で、これ下からなんかあるんだけど、あー、違う、これ出てきたんだわ。今、ここにあってもね、なんか隠し通路。なんかあるんじゃないか、お宝とか。何これ？お、入試！え？入試いるんだけど！え？入試出てくんの？このマップ。で、ここ、なんかあるね。何この白いスイッチ。なんか、お城跳ね返されるんだけど。え、何この変なマップ。何これ？
え、めんどくせえな。なんかさ、ポケモン XY のさ、カルス発電所だからこんなギミックあったよね。今思ったけど、こいつってさ、あれじゃん。いたよね。なんか最初ら辺のマップのボスに、なんか火山のやつ。で、ここ押したんだけど、お、なんか下に、なんださっきの鳥か。これ何？な、押したらどうなんの？うん、よくわかんねえ。で、ちょっとこういうさ、謎解き、うわ、カビまんじゅうだ。覚えてる。こいつらね、確かめんどくさいモンスターだった気がするんだよな。ちょ、やめとこう、戦うのは。よくない。こいつは多分めんどくさいモンスターだ。ねえ、ちょっともうよくわかんない。もう何この謎解きギミック。あ、これ白いスイッチ押したらさ、あれでも、矢印が切り替わるんだ。ちょ、一回行ってみようか、こっち。ちょっとこのレアチェ取りたいけど、取れねえな。どうやって取ればいいんだ、あれ。ついにやり遂げました。いや、ここまで来んのに5分ぐらいちょっと、時間使っちゃったんだけど。いやー、そうだよね。ジュエルだよね。さすがに。ここまで頭使わせたんだから。たくもう。やめてくれよ、謎解き。さあ、あとはね、もうこっちやるだけですよ。ちょ、ただもう謎解き。謎解きだ。もういいってマジで謎解き。ちょっとやだ、もう。ちょっとこれずるくない？リスキルと変わんないでしょ、これやってること。もう最低やん、マジで、このモンスター。これまだ後ろいるんだよな。うぜえ、これマジで。あ、カジノコイン50枚いいえ。でもまたさっきのキスでいるんだけど。うわぁ、そこにあんのか。これ今んとこあれだね。赤いチェストとか、まあ、見つかってないんだけど。あ、発電所からの送電が止まってしまってね。扉開けるためのスイッチを押しに来たんだが。あそこにあると。あのスイッチを押さないと発電所の扉開かないんだよ。もっともあれだけではなく、あ、まあ、もう一つはね、押してきました。もう半日もぐるぐる回ってたどり着けないんだ。そうだよ、難しいですよね、これ謎解きが。あ、ニューシールは、ニューシールは。あ、でもそれはもうお前じゃねえ。カビワンジョお前じゃねえ。いや、こいつ、俺の記憶の中だと結構めんどくさいモンスターだったんだよね。確かなんか全体攻撃してきたと思うんだけど。はい、行きました。ねえ、もう。さあ、あとはね、宝箱回収して、まあ、この右側のやつ、まあ、あれ開けて、まあ、発電所を戻るだけなんですけど、いやー、モンスターがうざいっすね、これ。うぜえな、マジでさっきから。湧きすぎちょっと。で、あそこの宝箱、まあ、どうやって取るかっていうと、一発で取りましょう。名探偵。あ、わかったかもしれない。こうだ。あ、違ったわ。お、こうすれば、お、はい。1分もかからなかったぜ。この男女。アンテナパワープラス4。いいですね。じゃあ、戻ろっか。発電所に。お、開いてるね。てか、あいついなくなってるんだけど。いや、もうわかった。もうこの先の展開が読めた。どうせあのアフロがあのボスに人質にされるんですよ。もう見えたよ、そこまで。で、ここにね、何かありますよ。隠しする的なものが。ただし、なんかね、行けなくなってるんですけど。まあ、ただあのボスのところからここまで、このエスカレーター的なやつで、戻ってくるみたいな。なんかもうそこまで見た。いや、なんか右行けるな。あれ、どうやって行くんだろう。で、ここに黄金の扉があって、そういえばなんか黄金の、あ、うーん、ここがもう、なんで5個もあるんだよ。あれあれれれれれれ無理無理よ、俺も前。あ、もう、どうなってるかも。やだよ、こんな謎解きしたけど。え、あ、もう何してくれてんだ、こいつ。もう。おい、ざけんなよ、マジで。我は雷の化身、雷神。この地に古代より存在せし、この地に古代より存在せし、精霊様のしもべ。この装置は雷神の力を借り、神聖なる祭りごとを行うための神器。貴様ら、この装置を自らの欲望のために、断りもなく使っているな。ギャフン！そんな、私は頼まれただけなので、オイラのせいじゃないですよ。許して、あ、そうです。ジェモリさんは何も悪くないんです。黙れ、コアッパメ。欲に駆られた行いの代償。今ここで、その身に受けるがよい。雷神さんが怒るのもわかるけど、このままだ許してもらえそうにないね。ここは雷神さんの言う代償ってやつを。なんだこいつ、いいやつだな、ほんとお前。その前にさ、あー、やった宝箱だ。雷の腕は、俺確かこれ持ってる気がするんだよな。ちょ、もうこっちもいいよ、こっちも。あ、あった、なんか。やったー。あ、カジノコイン、いや、少ねえな、10枚か。なにこれ。はい、討伐完了と。まあ、敵じゃなかったですね。雷神さんも僕たちの。うむ、その強さはもしやお主、精霊様の加護を受けておるな。我に果敢に挑んだその勇気に免じているそう。お、本当に、ありがとうございます。僕からお願いがあります。町のみんながカジノを再開するのを待ってるんです。どうにか電気を使わせてもらえないですか？
この後に及んで電気を使わせろとはほとほと呆れるわ。しかしお主の言う通り、人間も長い人生生きるために娯楽は必要か。節を持って使用するのは許可してやってもよいぞ。しかし我の力も無限ではない。むやみやたらに使用せずに大事に使うのだ。お、本当ですか。これで価値のも再開できます。ありがとうございます。では我は戻る。いいか、常に貴様らを見ているからな。意外といい人ですね、この人。あ、なるほど。俺は何もしなくてよかったんだ、これ。よかった。ああ、もう終わりかと思いました。助けてくださりありがとうございます。私は先にカジノへ戻ってオーナーに報告しますね。あなたのこともお伝えしますので、ぜひカジノへお立ち寄りください。終わりました。いや、これで俺、カジノできんのか。なんとか電気を使わせてもらえそうだね。僕たちも一応カジノへ戻ろう。その前に、いや、俺ちょっとここ、これ気になるんだけど。これなんかさ、ん？あ、なんか裏についちゃった。一回カジノ行く前に、ちょっとあの最初の隠し通路のとこ行きたいんだけど、これ別にここ乗っても何の意味もないんだよ。これやっと意味が分かったわ。これあれだわ。今矢印がこっち向きになってるっていう、それを教えるためだけの、あれだわ。で、これで一回こっち行くんだよ。で、そうするとこっち行けるっていう。いやー、名探偵さすが。え、何があるんでしょうね。いや、ちょっとジム一個ぐらいあってもいいんですけど、お、なんか地下室ある。感電を手に入れた。いや、この地下だよね。あー、なんだこれか。帰ってきました。あなたですか。電気を復旧させてくれたのは無事カジノを再開できそうです。申し遅れましたが、私、このカジノのオーナーのドーロと申します。先ほどジェモリから聞きました。電気を大切に使えと言われたと。これからは節電対策などに力を入れて無駄遣いをしないようにしますよ。ところで何か俺を、ちょっとカジノやらせてくんないか。カジノにあるものでしたらなんで、え？いや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 、お前ふざけんなふざけんなふざけんな。もらっておけ、もらっておけ。そうそう。うん、そういえば倉庫の中に古ぼけたブーツがあったはず。うちの親父が大層大事にしていたが、あ、伝説のブーツなんじゃないか。よし、あの人にあの品を、え？今押し付けるっつったお前。ではうちのカジノで一番レートの高い商品をあなたにお譲りしましょう。非常に価値のあるもので値がつかないほどの骨董品ですよ。あとあなたにビジネスのお話をしたいのですが、あなたの住んでいる島で、あ、うちの島でカジノができるんだ。今2号店をどこに出店しようか試案中なのです。カジノが島にあれば毎日楽しく遊べますし、様々な景品もご用意いたしますよ。ありがとうございます。本当に楽しみだな。なんちゃらかんちゃら。ありがとうございます。では商談成立ですね。お渡しする景品はこちらです。いや、これ多分伝説のブーツなんじゃないか。なんでここにあんのか知らねえけど。カジノに電気が戻ってよかったね。それに島にカジノを作ってもらえるって、いや、ちょっと待って、早くやりて、カジノマジで早くやりて。これなんかカジノのね、コインにね、アイテム交換で、あ、これか。あ、やっぱりね、伝説のブーツを手に入れた。え、まさかこんなところで伝説の装備を見つけるなんてびっくりだよ。また一つ伝説の装備が見つけられたね。頑張って他の装備を見つけ出そう。あ、これでクリアか。いやー、やっとカジノできんのか。なんかそのカジノのコインで、なんかアイテム交換できるんだけど、なんか結構いい品があったはずなんだよね。ここがあなたの島ですか。素晴らしいですね。あなたもいろいろ大変でしょう。いつでも息抜きできるように、ここにカジノを回転してあげましょう。おー。なんだこいつ。なんか知らんやつ来たと思ったら、こいつあれじゃないか。重量鉱山で効率減されていたところを助けてもらったアルシェントだよ。そうだ、恩人の君には特別に話すよ。僕はこれから水の神殿宝探しに行くんだ。海賊たちがこそこそ話しているのを聞いたんだけど、水の神殿にすごいお宝が眠ってるって話してたんだ。だから僕は海賊たちの先回りをしてローザのためにお宝を手に入れるんだ。じゃあ行ってくるよ。あ、どうせあれを助けに行くのか。水の神殿っていかにもモンスターがいそうだよね。ブルル。しかも海賊たちを狙ってるってちょっと嫌な予感がする。僕たちも追いかけよう。水の神殿へ。いや。それよりもカジノですよ。早く行こう。早く行こう。カジノに早く行こう。今コイン600枚ぐらい俺持ってるっすよ。じゃあね、景品何があるのかね。ちょ、景品見たいんだよね。うわ、これジェムとかさ、お金とかでカジノコイン買えるんだ。え、なんかさ、ランキングとかあるの？カジノって。月間カジノランキング遊びを問わず大当たり。あ、そんなのがあるんだ。へえ。あ、え、オリジナルトロフィーなど素敵な商品が。あ、マジで？ちょっと見たいわ、ランキング今、どうなってんのか。その前に景品も見たいんだけど。景品ってどこで交換すればいいんだ？この先ビップエリア。なんだそれ？ビップエリアとかあんの？あ、そうだ、ここで、2回当たるマント。あ、これあれだよね。これアンテナ2回使えるんだっけ？
わかんないけど、なんかあったよね、そういうアイテム。うわ、待って、めっちゃいい、いいじゃん。アイテム。証ドロップ 100%。 え、そんなのあんの？ちょっと待って、いいな。でも、たっけーな。2回当たるまで24万円するんだけど。ちょっと高すぎない？さすがに。うわ、いいね。めちゃくちゃいい。カジノの粉砕でクリティカル 50% とかあるわ。うわ、めっちゃ欲しいんだけど。カジノやろうぜ。あ、ここがあれですかね。カジノする場所。はじめまして、モンス、ここはモンスター格闘場よ。世界中のモンスター同士がバトルして誰が勝ち抜くか当てる。何それ？見事当たればたくさんコインを稼げるのよ。なんだそれは。ちょっとじゃあ俺、よくわかんないけど、とりあえずジュエルロース、ベッド枚数。これ何枚までこれ使えんの？コインって。あ、100枚までいけるんだ。ちょっと100枚じゃあやってみろ。ジュエルロースに100枚ね、当たることを祈ってるわ。試合を楽しんでね。ジェリーマウス吸血か、ジョイナーのことで当時だ。ジェルローサ回復したけど、なんちゃら感じだ。あ、そういうことだ。あ、じゃあこれ、相打ちしてくんないと。こいつって多分、ひたすら回復だよね。あ、でもこれ、残り9ターンとかあるんだ。ちょっと、そうそう、それでいい、それでいい。頼む、お前ら潰しちゃってくれ。多分これ、ジェルロースが、もう生き残っていればいいんだよ、多分だけど。多分これ、残り0ターンになったらあれでしょ。1万 HP 多い人が、多分勝ちみたいな、そんな感じでしょ。いや、ちょっと頼む。おい、ジュエルロース、頼む。俺、お前100円入れてるから、ちょっと。頼む。ちょっとお前もう余計なことすんな、ジュエリーマウス。いや、ちょっと本当にそれやめて。ちょっと、回復、あ、16、いいね。いや、もう無駄だ、諦めろ、お前。いや、これもう勝ちでしょ、さすがに。ほんと頼むぜ、ジュエリーロース。さあ、残り、あ、攻撃できるんだ、お前って。やった、勝った。よくやったぞ、お前。かわいいな。さあ、610万。いいね。勝ったコインを次の試合で。あ、1ジュエルで次の、そんなのあるの？いや、ちょっとコイン獲得で、ちょっとここはチキっておこうから。いや、いいね。ありがたいわ。あ、いいね、これ。うわ、なんだそりゃ。これどうする？ちょっとやっとく、次も。ちょっとじゃあ、モフキンピカモグラ。まあ、こいつに、これ100枚かけれるのか。いやー、でもちょっと、もうこれさ、これ運ゲーでしょ、もうこれ。こいつらもう全部性能一緒でしょ。いや、ちょっとこれは、やめとくわ。一旦帰るわ。これ以外にもなんか、お金ってかけれたりする場所あんのかな？あ、スロットできるわ。あ、そんなのあるの？ Y で1円、X で10円。ちょっとやってみようか。どうやってやんの？あ、こういうこと？いいや、やっぱこれはいいや。当たる気がしねえ、これ。いや、俺、あれがいいわ。あ！このゲームは、なんで？めっちゃやりたいんだけど。うわ、これ、ビップルームじゃね？こっち。うわ、いいな、生きて。この先はビップだけ入れる。いやー、ちょっと。ランキング乗りたい。そのランキングの掲示板でどこにやるんだ？一回見てみたいんだけど。あ、これかな？お！ははははは！ 133万6660人。なんだこいつ？やば！やばい、2位と30万の差があるんだけど。なにこれ、やばすぎでしょ。いいな、俺はね、県外です。県外でした。いや、いいねー。うわ、ちょっとこれ面白そうだね、マジでこれ。ちょっと、もう一回これだけやりたい。これやって、終わるわ。いや、それじゃあ、金ピカハナモグラに、50枚かな。ちょっと今回チキって50枚にしとくわ。頼むぜ、モグラちゃん。おい、マジで勝てよ、金ピカ花もぐら。おい、ほんと頼むぜ。あ、逃げ出した？はちょっと待って。は逃げたんだけど。はこれ、どうなんの？逃げたけど、あいつ。は何逃げてくれてんの？これさ、逃げたってさ、負けた扱いなのかな？モフカ花の部下とか花びらを回した。あ、逃げた。黒が生き残ったけど。おい、ざけんなよ、あのモグラ、マジで。てめえ、50コイン返せ、クソ。おい、なんかこれやばそうだぞ。こいつ 22.9 なんだけど。いや、でもレベル負けてるんだよな、こいつ。みんなさ、こいつの倍以上のレベルあるんだよな。でも 22.9。これロマンでしょ。いや、これ50枚いくわ。
50枚行こう。いや、60枚で行ってみよう。ちょ、頼むわ、マジでポイズン誘い。これ買ったら1200枚もらえるんだけど。マジで頼む、ほんとに。お前ちょっと、潜っとけ、地面に。なあ、いい、やめとけ、やめとけ、やめとけ。氷のブレス、撃つな、サソリには。やめろ、サソリに撃たないでくれ。ほんとにやめてくれ。サソリ、お前マジ、サソリに撃つなよ。なんで撃つんだよ。やめろ、マジで。お、トーチゴーサー、霜焼きでなんとかダメージ。あ、いいね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 。お前、これ全体攻撃なんだよな。いや、耐えろよ。そう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 、耐えろ、耐えろ、耐えろ。あ、いいね、やる。お前、ナイス。ただ、攻撃やってないのはダメだわ。当てろよ。いや、こいつ、やべえ。こいつ、全体攻撃やの、マジやべえ。お、頼む、ちょっと、サソリ、マジで頼む。サソリ、ほんとにお願い、ほんとに当てろ。あ、いいね、倒せよ。ちょ、マジで耐えてくれ、マジで耐えてくれ。あ、ナイス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 、いける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 、お前マジでいける。あー、ずすなよ。ナイスナイス、いや、これ勝てる、お前マジで勝てる、お前マジで勝てる。あー、いや、ちょっともう一回やろっか。おい、こいつ 19.9 だぜ。で、レベルがさ、あの、他とはそんな、大差ないんだよね。ちょ、これワンチャンあるんじゃないか。まあ、これもちょっとじゃあ、70枚いってみようか、今度は。ほんと、頼むよ、次はマジで、しびれま団子。お願いします。勝ってください。本当にお願いします。お前ちょっと、なんでお前狙ってくんだよ、こいつに。お前ら狙ってくんだよ、こいつに。あ、いいね、ブルージャイアント。有能です、君。何してんな、お前。ふざけんな、マジで。あ、俺このモンスター失礼は見たことあるんだけど。あ、いいね、ナイス、ウィーノビー。あ、ブルージャイアントもナイス。まずは集中狙いね。いいことだ。なんでお前、ふざけんな、マジで。おい、痺れバタンゴ、何してた、無能、お前、マジで。おい、ふざけんなよ、お前。ちょっと本当に、やめてね。狙わないで。ダメだって。ちょっと本当に、ちょっともう、なんでそんな狙ってくんだよ。ダメだって、お前、それは。はぁ、もう、これ、イカ様だろ、お前。八王朝だろ、これ。おい、70コイン返せよ、もう。やば、こいつ。いや、でも絶対勝てない。28.9 だけど、お前絶対に無理だろ。勝てないだろ。お前、レベル10だぞ。お、周りレベル30だぞ。いや、ちょっと、本当に、これがラストね。ちゃんと、いや、10枚はちょっとしょぼいな。20枚いってみよう。本当にこれがちょっと本当にお願い、ちょっと本当にお願い、いつか生きずれ。やってみせろ、お前。お前をできるんだぞってことを教えてね。いいね、まずはね。室外、ああ、いいね、みんな集中。何やってんの、お前。与えろよ、ダメージ。ああ、それダメ、その全体攻撃。いやね、ダメ、本当に全体攻撃。いいね。さあ、炎の呪文唱えた。あ、素晴らしいけど火力が低い。しかし、火傷を負った。これは非常にでかいですね。さらに、化け狐、ね、風も引いて麻痺もしている。これ、そうですね。いや、素晴らしいですね、この集中狙い。で、さらに、トライウッドは B に攻撃。で、室外狐は魔力を貯めている。まあ、いいでしょう。それ、あ、許せる。全然許す。いや、いいね。これ、ワンチャンあるぞ。あ、すっごい。有能だ、こいつら、マジで。あ、有能すぎる。じゃあ、あとは木と虫同士で戦ってもらえば。で、炎、呪文、いいね。じゃあ、ちょっと、あとは本当に頼むぜ。お前ら、マジで。いや、それダメなんだよな、やつ。うわ、死んじゃった。え、ちょっとこれ、やばくないか？こいつ、いやー、何してんだ、お前。おい、炎の呪文撃っとけよ、お前。え、異属性強化終わっちゃったし。あー、ははははは。あー、ごめん。本当に、これが最後。あの、マジで本当に、これが最後。見てこれ、レベル8、レベル15、レベル6。で、こいつ倍率低いけど、もうこいつに100枚かけよう、もう。もうちょっと一回勝ちたいわ。こいつにかけて150枚ちょっと回収しよう。まあ、これはさすがに豚勝つでしょ。ちょっと負けて終わんのはね。ちょっと、お前パワーチャージなんかしなくていいって。ちょっと後味がよろしくないから。いや、お前の攻撃そんな入んないぜ。なんでお前ら狙ってくんだよ、こいつは。エアスラッシュいいね。全体攻撃じゃないのか、こいつのエアスラッシュって。で、風邪をひいた。お尻ペンペン。これなんだっけ、この攻撃って。あ、いいね。ナイスナイス。で、なんだ、だからお前、ふざけんな。おい、これで100枚失ったらマジで切れるぞ、マジで。このカジノ施設ぶっ壊すぞ、マジで。あ、ここ俺の島だからな、忘れんなよ。あ、いいね、そいつルーズのは。ファイヤーボール。なんでだよ、猿に撃てよ。あ、落ち着いた。パワーチャージ。いや、ちょっと、攻撃してほしいな。ちょっとネズブタ先マジで。あ、いいね、こいつ。お尻ペンペンしてばっかで。あ、外した。で、ファイヤーボール、さすがに、猿に撃つ。
素晴らしい。で、サル死んだ。これはさすがにまあこいつ勝つでしょ。倒れないでしょ、これで。はぁうわ、来たー来たー、やったー、100枚かけてました、この子に。この子 5.4 枚だっけ。いやー、よっしゃー俺、一発逆転狙う。俺、これかける、全部かける。うわ、使い絆怪しい。あのね、これ実はね、俺知ってるんだよ、これの結果。あったんだけど、これ、アイスシープなんで、これ、アイスシープのがね、強かったんだよね、質感キツネより。はい、これはもう勝ち確です。絶対に負けない。これは絶対に負けない。こいつの、あれ大丈夫あれちょっとだ、あー、そうそうそう、霜焼け、ナイス、霜、ナイス。いや、これはね、勝ちます。絶対に勝ちます。これ、本当に勝ちます。信じてください、僕のこと。やけどすんな、何してんねん。いや、ナイス、ナイス、ナイス。いや、これ、どっちが先に死が、頼む。質感キツネ、先に死んでくれ。お願い、お願い、やだ。540枚か。ナイスナイス。それでいい、それでいい、それでいい。これ強くないから、魔力を貯めているって。大丈夫、大丈夫、勝てる。お前なら勝てる。ナイスーしゃー !864 枚。やるやります。やります。ね、これはね、俺これもやったな。あのね、これ、ファイヤーウッキーが一番強そうに見えるけど、あのね、ダンゴボーイが勝ったんだよね、これ。あのね、ファイヤーウッキーがね、あの、初手逃げたんだよね。これ。で、こいつらが怠慢して、まあ、パイナップルじゃねえ、このダンゴボーイが勝ったんだけど、だこいつ自爆技持ってんの。いや、だからね、いや、どうしよう。いや、ちょ、ダンゴボーイ、言っとくわ。本当に頼むよ。逃げろよ、まず猿。猿逃げたら勝ち。猿、なに？まあいい、まあいい。あ、そう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 。これなんだよ。これがあるんだよ。で、これ死んだ、あいつ。いや、逃げろ。猿逃げてくれ。マジで猿逃げろ。1ダメージ